ジェンボ空振りボンバーズです。ね、僕はね、教養を使ってるんですけども、まあ、教養を使ってみんなに相手に嫌とか嫌だなとか結構言われるんですけど、まあ、教養ユーザーに何がやられて嫌やと思いますか？知りませんやん、僕教養ユーザーですやん。ちょっと前の方に教養だからできたことっていう動画を出させてもらったんですけど、まあ、それの口バージョンみたいな、ちゃんと説明しますよみたいな感じのね、バージョンのやつね、撮っていこうかと思われているわけでございます。様々な意見が、ね、ありますけどね、まあ、教養の特徴とかね、まあ、いいところとかあると思いますけど、まあ、僕が主にあ、これがあるから僕は教養を使ってるって思ってる特徴は4つあります。じゃあそれをね、やっていきましょうか。まあね、教養のいいところはですね、まあ、技術、うん、まあ、教養のいいところですね、跳ねないっていうところなんですよね、まあ、跳ねる他のラバー、まあ、他の幅、まあ、跳ねるラバー、まあ、コイキングラバーがあるとしますね。私はもう教養はもう跳ねる使わないんですよ。バンバンバンの破壊光線もそうなんですね。コイキングから進化してギャラドスなんですね。僕が教養にした理由なんですけど、まあ、中学校の時に、まあ、先輩に、まあ、シンプルにもらったんですよ。それが教養との出会いだったんですけど、まあ、でもこんなラバ全然跳ねんし、いらんかったんですね。で、なんかもう、まあ、別に、まあ、君を求めてないけど、なんかでも、まあ、匂いとかめっちゃするじゃないですか。まあ、なんか、まあ、横にいられるとなんか思い出すんですよね。君のドルチェ&ガバーナのその香水のせいだよ。僕その4つの技術やりやすいって言ったんですけど、その技術全部やりやすいんですけど、まあ、1つ目はストップ出す。おう、ストップね。普通のじゃあテクニックスでちょっとやってみましょうか。まあ、止まるんですけど、僕は回転かけるのが下手くそなんで、こういう教養あったらすぐにこう戻ってこむっていうかな、止まりにくいんですよ。自分で回転かけようとしてもやっぱ性能がいいんで飛んじゃうんですよね。で、教養の場合はこう、ほら、あんまり戻ってはこんけど、まあ、そのまま自分の腕なんですけど、自分からこう回転をかけれるんですね。カモンカモンカモン。ティフリにね、僕がストップで出したんで、ちょっとだけ戻る。ほら、これはね、DT ミックスだったらこれもう前にバーン行っちゃうんですけど、教養やったら、こういう、あんなことなんけど、まあ、戻っただけマシ。お、次ね、フリックです。フリックはなんで教養がやりやすいかって言いますと、じゃあまずじゃあこっちのね、ディグリックスをね、カモン。なるほど、飛びます。でも教養ですと100m ぐらいある橋でイクラをつぶさずに取るぐらい難しいです。で、これは絶対外せないって言うんですが、カウンターなんですよ。まあ、カウンターって言っても普通に当てるようなカウンターでキープして、自分の力でもグーンってなんかもう自分で打ってるから欲しくて、その時は強要弾まんし、打ったら打った分だけ自分のためにこう打ったらすごい、いいんですよ。その信頼が置けるっていう、そう、カモン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 、
おう、あのループドライブ、ループドライブほんまになんか、まあ、地味ですけど試合になった時に本当に何回この競技のループドライブに助けられたか、緊張するじゃないですか試合、やっぱ弾まんから全然ミスするなと、ミスめっちゃするなと思うけど弾むよりはマシ、恐竜はなんか生き物なんですよね。だからこういうね、詰まったボール、こういうところ。入った。おう！卓球やる上で、まあ、地味な技術なんですよ。ストップとかループドライブとか、そういうボールがないと勝てないし、つなげるボールでしっかり回転をかけるっていうのがね、重要な技術かなって。その分、使うの難しいんで、まあ、相手がこう来たらやりにくいですけど、自分も正直使いにくいです、正直。で、まあなんか、なんていう、敵の敵は味方みたいな、モラハの剣、そうそう、まあ、いきなり、まだなんか、こんな感じだな、まあ、まだバッチリ行こうぐらいしか取ってないのに、通信交換でみんなできた80レベルのボーマンだみたいな。60レベルぐらいまで来てるから、まあ、高校生ぐらいでやってくれる。世代は分かります。そうやな。ドラえもんとか世代ですね。そうやな。とりあえず入れてくれ。次でも何でもいいから、とりあえず入れてくれ。俺たちは二人で一つ、練習でも見たことない。ラウンドをしようとすんなよ。こんな感じで教養のことを説明してきましたが、まあ、練習せんとはやっぱ教養は使えんのは、まあ、正直な。話でだからやっぱ中国人とか誰よりも練習してるからやっぱ使うんかな、まあ、その分使いやすいですよね、まあ、教養ユーザーが、ね、増えてくれれば僕は、まあ、この動画見たけど見てもあんまり、まあ、教養には変えないでください、じゃないと僕が、ね、対戦する相手が、ね、教養になれたら困るんでね、ちょっとやっぱそれだけは、ね、やめてほしいかな、そういうふうに思うわけでございます。まあ、いろいろねこうやって喋ってきましたけど、まあ、どうだったでしょうか。はい、まああんま結構ね、いつも動画があって最後に締めになんかオチみたいなのつけるんですけど、全く考えてないので、まあ、あの今日評判の CM でもね最後に流しておさらばすることにしましょう。ではさらばじゃん、さあこっちや。